キラ先生だよ。今から算数の授業をします。いぶき、算数は自信あるんだ。昨日テストで100点取ってね、花丸もらったの。じゃあ先生に、いぶき先生から問題です。ここにアイスクリーム2個とプリン1個があります。全部で何個でしょうか？ブブー、残念。正解は3個もあったらすっごく幸せだよ。あ、食べた後は歯磨きを忘れないでね。いぶきはね、毎日3回ちゃんと歯磨きをしてるんだよ。